オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセ提供フランス365最新ニュースへようこそみなさんこんにちはパーソナリティの野瀬祐介ですフランス365のフランス最新ニュースが本日よりスタートしますどうぞみなさん最後までお聴きください番組は2部構成でお届けします第1部は9月第4週目に フランスで注目されたニュースを順番に紹介します。第2部は、第1部で取り上げたニュースの中から、アンサンブルスタッフが選ぶ最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。それでは、9月第4週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。マクロン大統領、歴代大統領で初めて、 アルジェリア独立戦争時のフランス軍による拷問を国家責任と認める。9月13日木曜日、エマニュエル・マクロン大統領はアルジェリア独立戦争当時、アルジェリアの数学者で独立運動家であるモーリス・オーダン氏がフランス軍に捕らえられ拷問を受けた後に失踪した事件で、フランス歴代大統領として初めて、 フランス軍による拷問と国家責任を認め、謝罪しました。危険な横断の少年にビンタは正当。バスの運転手擁護の署名に27万件。9月13日木曜日、パリ郊外南部アルクイユで、学校の前の道路に飛び出した12歳の男子中学生にビンタをしたバスの運転手が、 暴力行為で懲罰の対象になっていましたが、運転手を擁護する署名が27万件集まっています。マクロン大統領、庭師希望の若者へ、レストランや建設業なら仕事見つかるに批判紛失。ヨーロッパ文化遺産の日で、エリゼ球が一般に公開されていた9月15日土曜日午後、 エリゼ庭園を訪れていた園芸家志望で現在休職中の若者に対して、エマニュエル・マクロン大統領が、レストランやカフェ、建設業などの求人の高い職種ならば仕事はすぐに見つかるとアドバイスしたことに対して批判が紛失しています。フランスパンの神様、フィリップ・ビゴシ死去。9月17日月曜日、 日本に本場のフランスパンを普及させ、日本でフランスパンの神様と呼ばれたフィリップ・ビゴ氏が病気のため76歳で亡くなりました。フランス2018年の夏、史上2番目の猛暑で死者1500人も2003年の10分の1。9月21日金曜日、アニエス・ビュザン連帯保健大臣は、 今年の猛暑での死者は1500人と発表しました。続きまして、アンサンブルスタッフがこの中から最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。今回はフランスパンの神様フィリップ・ビゴシ死去。日本でフランスパンの普及に尽力です。9月17日月曜日。 日本に本場のフランスパンを普及させ、日本でフランスパンの神様と呼ばれたフィリップ・ビゴシ、本名フィリップ・カミュー・アルフォンス・ビゴシが病気のため76歳で亡くなりました。9月17日はビゴシの76回目の誕生日でした。ビゴシは1965年4月に東京で開かれた見本市で パンを焼く職人として来日。見本市終了後に、兵庫県芦屋市のフランスパンを手掛けていた大手ベーカリー、ドンク、三宮店に技術指導員として勤務します。その後、1966年8月に東京の青山店に移り、フランス人のパン職人がパンを焼いている姿が人気を呼んで、フランスパンブームが起こります。 当時の日本では、フランスパンといえば、ガチガチに硬くて、塩味がきつくて食べにくいというイメージでしたが、ビゴシが焼く、薄い皮はパリッとしていて香ばしく、中はしっとりと柔らかいフランスパンは、これまでのものとは大きく異なり、硬くて食べにくいフランスパンのイメージを払拭します。後に、NHK のインタビューの中でビゴシは、 フランスパンがサクサクとして食べやすいことを見せ、フランスパンが硬くて食べにくいものというイメージを払拭できたと語っています。また、日本のパン職人の育成にも尽力し、多くの弟子を輩出しています。主な弟子には、パンテコ代表取締役社長の松岡徹氏、ビゴ東京代表取締役の藤森二郎氏、 小虫の,輪の西川貴昭シェフなどがいます。ビゴ氏は、人間の生活リズムに合わせてパン作りの工程を決めるのではなく、パン生地の仕上がりによって工程を決める方法をとり、安定剤などの添加物を加えることや、発酵を早めるためのイースト菌を増やすなどは一切行わずに、本来のパン作りの方法を貫いていました。 規則正しい生活をしたいならば、パン職人には向かないと述べています。その後、1972年に独立して、兵庫県芦屋市に美語の店を開店します。関西を中心に人気のパン屋として知られていきます。美語市の生い立ちについてご紹介します。1942年9月17日、当時、 ナチスドイツの占領下にあったノルマンディー地方で、祖父の代から続くパン職人の家に3代目として生まれました。8歳の頃から父の元で仕事を手伝い始め、14歳の時には見習い職人として働き始めます。17歳でパリに移り、見習いとして働きながら、国立製粉学校の製パン科に入学。 同時期に職業訓練センターに通い、パン職人と菓子職人の職業適正書を取得します。その後は正式なパン職人としてパリ郊外のクールブボアで働き始めます。19歳の時に徴兵され、兵役を終えた後は再びクールブボアやパリでパン職人として働き、その後、 22歳で来日、日本にフランスパンを広めます。また、フランスパンを日本で普及させた功績が称えられ、1982年には国家厚労省のシュバリエ、1987年には農事厚労省のシュバリエ、1988年には同じく農事厚労省のさらに上の階級である オフィシエが授与されていますまた、2003年には母国フランスで最高勲章のレジオン・ドヌール勲章のシュバリエが授与されました。日本でもその活躍が認められ、2017年には現代の名工に選ばれています。日本にフランスパンを普及させることに尽力したフランスパンの神様の訃報に、 フランス大使館もツイッターで追悼の意を表明しています。ただいまご紹介した内容をアンサンブル講師セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なお、セバスチャン先生がご紹介するフランス語原文はフランス365ホームページでもご紹介していますので原文を確認したい方はホームページをご覧ください。それではお聞きください。 Le Japon, attristé par la mort du français Philippe Bigot, le dieu du pain. Nous avons appris le décès de Philippe Camille Alphonse Bigot, surnommé au Japon le dieu du pain, le 17 septembre dernier. Le boulanger français qui a popularisé la baguette au pays du soleil levant. Et décédé le jour de son 76e anniversaire. Un français pour promouvoir la baguette au Japon. Étant à l'origine venu au Japon en avril 1965 en tant qu'artisan boulanger lors d'une foire commerciale organisée à Tokyo, Philippe Bigot travaille ensuite à Kobe au sein de la fameuse chaîne de boulangerie, donc dans la branche Sanomiya. Un an plus tard, il commence à travailler à Tokyo dans la branche Aoyama et sa popularité en tant que boulanger français fait naître un véritable boom du pain français. À l'époque, le pain au Japon n'était pas très populaire les gens le trouvaient dur trop salé et difficile à manger en effet lors d'un entretien avec NHK Philippe Bigot avait expliqué avoir cassé cette image négative du pain il a su montrer qu'une croûte fine pouvait être croustillante et l'intérieur de la baguette moelleuse. Un excellent formateur. Il forma de nombreux Japonais à la confection du pain, la plupart ayant eu un grand succès par la suite. Monsieur Bigot, qui allait jusqu'à sacrifier son rythme de vie, adoptait un processus de fabrication adapté à chaque pâte et n'utiliser ni additifs, ni stabilisants, ni levure. En 1972, il ouvre dans la préfecture de Hyogo sa propre boulangerie à Ashiya appelée Bigo, qui devient très rapidement populaire parmi les habitants du Kansai. Son enfance. Né en Normandie le 17 septembre 1942, il apprend le métier de père en fils. À l'âge de 17 ans, il déménage à Paris et commence sa formation professionnelle à l'université tout en travaillant en tant qu'apprenti. C'est un peu plus tard il commence sa carrière à Courbevoie dans la banlieue de Paris. Il fait son service militaire à l'âge de 19 ans et s'envole pour le Japon à l'âge de 22 ans. La Légion d'honneur. Il reçoit diverses récompenses. Il est fait chevalier de l'ordre du mérite national. En 1982 et de l'Ordre du mérite agricole en 1987, puis officier en 1988. Puis, c'est en 2003 qu'il est fait chevalier de la Légion d'honneur. Son succès étant également reconnu au Japon, en 2017, il est appelé 現代のメイコメートルアーティザンコンテンポランセバスチャン先生ありがとうございました私たちが日本で美味しいフランスパンを食べることができるのも美護士の功績あってのことなんですねご冥福を心よりお祈りいたしますさて本日の配信はいかがでしたでしょうか ウェブ上で公開している情報サイト、フランス365では、毎日最新のフランス情報、フランス語学習法を公開しています。フランス365で検索して、ぜひお気に入りに登録してください。番組を聞いて、もっとフランスに興味を持った、フランス語を勉強したいと思われた方は、1回1500円から、世界中どこでもオンラインで、 マンツーマンレッスンが受講できるアンサンブルアンフランセをご検討くださいまずは無料体験レッスンでお待ちしていますこの番組は毎週週末から週始めをめどにお届けする予定です確実にお届けする方法として iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますのでぜひ購読するのボタンを押してください また、オンラインフランス語学校、アンサンブル・アン・フランセは、毎週金曜日をめどに、フランス語学習をメインテーマにしている番組、アラカフェットも配信しています。週の初めは、フランス365でフランスの最新ニュース。週末は、アラカフェットでフランス語学習をお楽しみください。それでは皆さん、また次回の配信でお会いしましょう。